さあやってきましたコケチュエジンナップ部パンチライン集。はい、では一つ目からいきましょう。なりすまし、お前こそ客寄せパンダのハイブーメラン。はい、やっぱハイブーメラン出ちゃいますよね。はい、では次、あんたにぶち込むノーテンダンク。君が好きだと叫びたい足。あ、すいません。では次行きましょう。なんかとしべ、なんかとしべよ。これ学校で流行ってるんですよね。おかしいだってよお知る。歌いましたね。初歌ってます。じゃあ次。恋人いなくても全然平気、なぜなら補欠の仲間がいる。これやっぱり一番の名言ですよね。はい、では次行きましょう。マッカーサーの上に解任させてやる、お前を MC から。なんとも言えませんね。はい、次。スクスク織田家の前第一、スクスク言葉揺らす大事し、恐れられていた織柴田なのにラップスキルがマジゴミ以下じゃん。やっぱり上手いですね。ラリエットさんは安定です。安定に上手いです。では次。やっぱ必要なバイブス。はい、この時だけ変にバイブス込めました。お前をデスノートで消すよと長松とは別子でお前でくのーぽ。あ、これはただデスノートで踏みたかっただけなんで。はい、じゃあ次。資格をされてもディスを続ける、諦めずにディスを続ける俺の勝ち。はい、資格をしてるんですけど、その諦めずにやったまあ歴代くんの方が勝ちです。はい。幕末爆心ガツ回収、ここらで軽くガツ回収する、侍風の危ない風貌。うん、いくみさん初の偉人ラップ部としての活動、うまいですね。ポケモン GO じゃなくお前ひたち英語。ポケモン GO じゃなくお前ひたち英語、これ個人的に気に入ってます。次行きましょう。ピピピピナトゥラプルキ、向田さんの本田忠勝。年代的に分かんないネタがありました、すいません。では次行きましょう。引退よこの勝負戦争、俺三国志最強。はい、これ結構頑張って燃えてやりましたよこの勝負。はい、次。ちょっと邪魔だからどこ言ってお前の今日の対戦の相手の交渉しよう。これ次、このこのね、このパンチラインは交渉しようのところのどこ言うはもう朝倉仕掛けでもやってますからね。はい、本当に一番最後、アトレ戦6が最後の聖戦に。このゴホゴホ再現度すごいですよね。次行きましょう。ノー、俺の妻は高潔いいグーじゃねえってことを証明済み。ノーを結構強く言ったつもりでやっております。あ、リン頑張って踏む前に俺は最後はインを踏まずに勝利する。頑張って踏んでんのに、踏まずにって言われちゃいましたね。さあ次行きましょう。渋沢さん自らリスナーに喧嘩売り。はい、トラックメーカーしおんくんの初登場ラップの名言でした。次。港側の戦いで負けて自害、戦弱いから敵を犯したい。自害と死体でもうすんごいフロー気持ちいいですね。